あらめさん、こんにちは。ずひこです。それでは今回なんですけども、D 払い8月 20% 還元はコンビニ限定キャンペーン開催ということで、今回は D 払いのキャンペーンが正式に発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで早速こちらですね、コンビニ限定 D 払いアプリでのご利用で、プラス 20% D ポイント還元ということで、期間は2019年の8月の13日から8月の31日までということで、まだ始まってはないですね。で、こちらにも出ている通り、コンビニのお買い物を D 払いアプリでお支払いをすると、ご利用金額総額の 20% 相当の D ポイントで還元ということですね。そして今回の上限は書いてある通り5000ポイントまでとなっています。なので2万5000円まで使うと、上限の5000ポイントまでもらえるということになりますね。で、今回の対象のコンビニはこちらですね。ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、生活菜花、暮らしハウス、3A とミニストップとなっています。この暮らしハウスっていうお店初めて聞きましたね。まあ細かい内容なんですけども、9月の30日以降、そして有効期限は新定日から3ヶ月間のものとなっています。そして、もらえる D ポイントは D ポイント括弧期間。用途限定ということですね。キャンペーンの対象条件なんですけども、まあ、これはいつも通りなんですが、1、エントリー期間中にエントリーされている方、2、ポイント還元対象期間中に対象コンビニのお買い物を D 払いアプリで支払いされている方、そして3は D ポイントクラブ会員であるという、まあ、これまで通りですね。そして今回の D 払いのキャンペーンもエントリーが必ず必要となっていまして、現在は事前エントリーができるような状態となってます。そして受付中ということで、ウェブページからはできないんですけども、今回は D 払いのアプリからできるようになっています。で、エントリー方法は、1、D 払いのアプリを開いて、下の方に今回のキャンペーンの 20% 還元の部分が出てるので、まずそこをタップしたら、そしたらキャンペーンのページに切り替わるので、2番の今すぐエントリーをタップします。そして3、これでエントリーが完了となりますね。ちなみに D 払いに登録するクレジットカードに関しては 3D 席はいわゆる本人認証サービスのクレジットカードでないと登録ができないのでご注意ください。ドコモユーザーの方は特にクレジットカードでは必要はないです。そんなコーナーで今回は8月の D 払いはコンビニで 20% 還元ということでお伝えさせていただきました。まだですね、キャンペーンが始まるまで期間が少しあるので、使う予定のある方がいらっしゃいましたら先にエントリーを済ませておく方がいいかなというふうに思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。